皆さんこんにちは。私は日本航空で飛行機の整備士をしている田淵と申します。動画で航空教室をご覧いただきありがとうございます。今回で第7話目となりますが、過去の動画をまだ見ていない方は先に見ていただけるとこの第7話が分かりやすいと思いますので、ぜひ先に過去の動画をご覧ください。それでは動画で航空教室第7話スタートです。それでは早速ですが、皆さんに恒例のクイズです。私はどこの国で働いてるでしょう。これから流れる写真を見て考えてください。時間は5秒です。では用意スタート。ちょっと難しかったかな。正解はそうです、中国です。私は今日本を離れて中国の広州という町で仕事をしています。皆さんは広州がどこにあるか知っていますか？中国河南地区の広東省にあり、広州は北京、上海に次ぐ中国第三の都市と言われるほど大きな町です。代表的な広東料理やヤムチャなど安くて美味しいご飯がたくさんあり、食は広州にありという言葉があるぐらい美食の街です。これを機にぜひ広州を覚えてくださいね。さて、広州の紹介はここまでにして本題に入りたいと思います。第2話で水力を発生させるエンジンについて皆さん学びましたね。このエンジンを動かすのに必要なのは何か分かりますか？そう、燃料です。今回は飛行機にとって大事な燃料についてお話しします。飛行機にはガソリンではなくケロシンと呼ばれる無色透明の灯油に似た成分の燃料が使われています。このケロシン系の燃料にはいくつかの種類があり、広州ではジェット A1 と呼ばれるマイナス47度でも氷が発生しない燃料を使っています。飛行機のどこに燃料を入れているかみんな覚えているかな？そう、第3話のジャカルタの整備士さんが燃料は翼の中に入れていると教えてくれたよね。どうして翼に燃料を入れているかみんな覚えているかな？復習しましょう。第1話で飛行機の翼には上向きの揚力が働くこと、第3話で胴体には下向きの重力が働くことを学びました。それぞれ反対の力が働くので翼が反り返り、翼の付け根に大きな力がかかります。この翼が反り返る力を軽減するために翼の中に燃料を入れて重しにして反り返ることを防止することで翼を守っています。では今回は第3話に続いてもう少し詳しくお話しします。燃料タンクは左右の翼の中と中央部分に3つの大きなタンクがあり、この中にたくさんの燃料を入れています。燃料タンクを使う順番も決まっていて、まずはじめに中央の燃料タンクから先に使うことで翼の反り返りを防止しつつ、中央のタンクの燃料がなくなることで軽くなって翼の負担が軽減します。その後左右の翼にある燃料を同時に均等に使っていきます。これにより飛行機の姿勢に影響がないようにしています。では翼のどこから
どうやって燃料を入れるか知っていますか？飛行機によって給油口は変わりますが、ボーイング787は左の翼の前縁下側に給油口があります。燃料を入れるための特別な車を翼の下に置いて、一方のホースを翼の給油口につなげて、もう一方のホースを地上にある燃料補給口につなげます。そして空港の燃料タンクから専用の車を返して飛行機の翼のタンクに入れてあげます。これをハイドラント方式と呼びます。空港によってはタンクローリーに給油設備がついた特別な車を使って給油する方式もあります。東京、広州はボーイング787が飛んでいます。ではここでクイズです。出発してから到着までに必要な燃料はお風呂何杯分でしょう？東京から広州までは約5時間かかります。お風呂の湯船1杯を200リットルだと思って考えてみてください。正解はお風呂125杯分です。これはだいたい2万5000リットルになります。みんなは多いと思った？少ないと思ったかな？これだけの燃料を使って目的地に着くことができるんだね。また飛行機は目的地に行くためだけではなく、天気が悪い時やその他様々な原因で目的地に降りられなかった時に違う空港に安全に着陸できる分の燃料も入れています。それら全てを入れると実際にはだいたい4万リットル、お風呂200杯分の燃料を飛行機に入れてます。どのような事態になっても安全に着陸できるように燃料は計算して搭載していますので、皆さん安心して飛行機に乗ってくださいね。ちなみにボーイング787の燃料タンクを満杯にするには12万8000リットルが必要になります。これだとお風呂640杯分にもなります。お風呂640杯分と言われてもイメージ難しいかな。小学校のプールの半分ぐらいの量です。これだけたくさんの燃料を一度に搭載することができるんです。たくさんの燃料が翼の中に入っていることが分かったと思います。ではここでクイズです。パイロットは翼の中の燃料の量をどうやって知るのでしょう？次の3つから選んでください。1、整備士が計算して教える。2、パイロットが自分で計算する。3、飛行機が計算して教える。いかがですか？わかりましたか？そうです、答えは3の飛行機が計算して教えるです。燃料タンクの中にはたくさんのセンサーがあります。このセンサーを使って調べた燃料の情報を専用のコンピューターに送って計算し、どのくらいの量の燃料があるかコックピットに表示してパイロットに教えているんだね。このコックピットの表示ですが、ポンドという重さで表示されます。重さを知ることが空を飛ぶ飛行機にとって重要なことなので、ペットボトルのようなミリリットルやリットルといった表示ではなく、ポンドという重さで燃料の量をパイロットに教えています。また燃料をただパイロットに教えるだけではありません。燃料は大変重要ですし、左右のタンクの燃料に差が発生すると飛行機の姿勢にも影響します。そのため飛行機自身で燃料が減りすぎた場合や左右の燃料タンクの量の差が大きくなってきたと判断すると、警告メッセージと警告音を出します。これによってパイロットのサポートをしているんです。パイロットと飛行機が常に燃料の量を確認しているので、
エンジンは元気に動くことができるんだね。皆さん、いかがでしたでしょうか。第7回目の航空教室はこれで終わりになります。皆さんが飛行機に乗った時に今回のお話を思い出してもらうと、空の旅をさらに楽しんでいただけると思います。さて、気になる次回の動画で航空教室は、飛行機に乗る皆さんにとってとても大事な飛行機のエアコンのお話です。美食の街つながりで、ある空港の整備士さんにバトンをつなげたいと思います。美食の街と言われて皆さんはどこが思い浮かびますか。ぜひ想像してみてください。それでは次回もお楽しみに。ご覧いただきありがとうございました。バイバイ。